ちは、まゆみです。それでは今バッハの BWV639 を練習風景をお見せしました、鍵盤は4段ありまして、足はこうなってるんですね。で、両手両足使いますので休む暇は全くありません。今、座りましたけれども、これで強弱をつけます。これスウェールというんですけれども、で、このここにね、こういうところに音の組み合わせを記憶させるところがあるんですけれども、私の場合はここで今手でこうやって操作しました。これは極めて使う感が少ない曲なんですね。とてもゆっくりとした音の少ない美しいコラールなので、こんな感じなんです。以前もお話ししたかと思いますけど、この曲は相棒っていうドラマの特別スペシャル版で岸恵子さんが水谷豊さんの大学時代のフランス語の恩師という、特集の時にずっとその過去の、若い、岸恵子さんが若い恋人のことを思ってる時にかかる曲でしたね。それすごく美しくていいなと思ったので、これがこの、ストップの表ですね。こういうストップを使います。このストップというのはこれですね。これをどのストップを使うかということをここで決めます。そして、そうしますと、どこのパイプに空気が送られるかということを決定されます。今日は本当に久しぶりの練習なので、ちょっとかなり間違えていましたけれども、今から集中して練習します。これがリュックポジティブですね。ちょっと映せないけど、こんな感じ。ここステージですね。はい、こんな感じです。はい、ここがこの一番大きい長いのがペダルの管です。で、ここ真ん中がこの2段目、こう4段あるんですけれども、鍵盤がこの2段目が一番そのメインの鍵盤になります。はい、そしてこのようにで弾いている時にね、足を見るわけにはいかないので、足はもうほぼ目をつぶってても分かるような練習をする必要があって、両手両足こう鍵盤、上は2段目、下は3段目とか、そうこう入れ替わって、こう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 っていう感じで入れ替わりますので、とても難しいです。今日は、久しぶりの練習の風景を少し撮ってみました。はい、ではまた、別の投稿でお会いいたしましょう。ありがとうございました。まゆみでした。